関東から近畿では日差しが届いていても雨が降る可能性があるそうですね。はい、そうなんですね、はい、今日は変わりやすい天気になっていまして、はい、この時間もですね、うん、あちらこちらで雨が降っているんですね。はい、最新の皆様からのリポートを見ていきます。8時40分現在の皆様からのリポートを見ていきますと、近畿エリアから関東エリアにかけてですね、オレンジの晴れの表示とこの青の雨の表示入り混じった形となっています。特にこの時間強く雨が降っているのはこの東海地方ですね、愛知県内から静岡県内にかけて、そして近畿エリアも紀伊半島の南部を中心に雨足がやや強まっています。レーダーの画像を重ねてみますと、日本海の前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で雨雲があちらこちらで発達しているような状況となっています。今日の日中はこういった形で湿った空気の影響で変わりやすい天気となりそうです。この後の雨の予想を見ていきます。10時から見ていきますと、この後日中の時間帯も南から湿った空気が入ってくる影響であちらこちら雨、にわか雨ということになりそうです。はい、特に東海エリア、山沿いのエリアを中心に雨雲が発達しまして、一時的には激しく雨が降る時間帯もありそうです。また大気の状態も不安定です。こちら大気の安定度の情報を見ていきますと、関東エリア、そして東海エリア、近畿エリアともにですね、大気の状態が不安定となっています。午後の時間帯を中心に雷を伴って雨が強く降る恐れもありますので、今日はこういった変わりやすい空模様に十分に注意をしてください。はい、日差しが届いていても外出の際には雨具をお持ちください。また詳しい雨雲の様子はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけますのでご活用ください。